奈良県、島根県など5県で連携する古代歴史文化賞記念シンポジウムが2月10日、東京銀座ブロッサムで開催されました。この日は歴史愛好家など900名が参加、古代に夢を馳せていました。古代歴史文化賞は、古代歴史文化をテーマにした書籍を表彰することを通じて、歴史文化への関心を高めることを目的として2013年に創設されました。5回目となる今回の受賞者は、縄文人と大豆を発表した熊本大学小畑弘樹教授。小畑教授による基調講演の後、荒井翔吾奈良県知事とのパネルディスカッションが行われました。島根県、奈良県、三重県、和歌山県、宮崎県の5県がですね、これは古代史ゆかりの県なんですけれども、その県が協力しまして、共にこの歴史文化をの大切さをですね、地域に知っていただきながら、それぞれの県の振興につながるような取り組みをしていこうということで始まりました。シンポジウムの後、受賞者を囲み懇親会が行われ、荒井知事は5県によるシンポジウムも年々充実してきました、古代をめぐる文化イベントを盛り上げ夢を馳せましょうと挨拶。この後、小畑教授からユーモアあふれる挨拶が行われました。非常に、大きな賞をいただいたなと思っております。はい、縄文時代の、栽培植物とか、家屋害虫とかそういったことを調べてますので、科学的な実証性とか新しい、ことも出しましたので、そういったところが評価されたんじゃないかなと思っています。懇親会会場では5県がブースを出展し、各県における古代歴史文化に対する取り組みや春の観光情報が紹介され、日本のルーツを探りに来てくださいと PR。 また奈良県の特産品を使った料理の試食も行われました。奈良県の食材を使った料理をお出しさせていただいて、いちごでいうとコトカっていう品種とか、大和野菜の夕崎ねぶかっていうネギみたいな味のする食材があるんですけど、それを使った料理などを出しております。この天平衣装というものでして、昔平城京って奈良県にあるんですけれども、そこの時代での時に、着てた服装をちょっと模して作らせていただいております。シンポジウムとレセプションは5県で一緒にやるようになって5回目なんですよね。観光はいろいろ新しくして知ってもらわなきゃいけないので、古代史はなかなか人気がありますので、奈良の売りになってます。正倉院展だけじゃなしに、いろんな新しいイベントで来ていただくのがいいかと思いますですね。今はルリエっていうイベントやってますからですね、四季のイベントなかなか楽しいですよ。